ワールドカップのジャンプは残り3戦で全てフライングヒル。個人総合の優勝争いも注目です。個人総合4位の葛西の2回目、滑り降りるスピードは100キロを超えます。201m50 で4位、総合でも4位をキープし、逆転優勝の可能性をわずかに残しました。1回目4位につけた船木、フライングヒルでも美しい飛型を見せます。自己ベストの 206m50 を飛んで2位、3位につけている総合争いでも首位との差を縮めました。風はそんな不利な風が吹いたわけでもないんで、自分なりに課題を修復できて飛べたんで満足はしてます。優勝したのは1回目転倒したものの 219m を飛んだドイツのシュミット。2回目最長不倒の世界記録となる 214m50 をマーク。逆転で今シーズン10勝目を挙げ、2位につけている総合の優勝争いでもトップのフィンランドのアホネンに21点差に迫りました。まず葛西紀明、1回目は11位と出遅れて、これが2回目、 207m50 の最長不倒をマーク。葛西は3位に入りました。前の日2位の船木、2回とも180メートル台と距離を伸ばすことができません。船木は7位に終わりました。さあそして宮平、1回目205メーターを飛んでトップに立った宮平、2回目もこのジャンプ192メーターとまとめて逃げ切り、嬉しいワールドカップ初優勝です。ジャンプのワールドカップで優勝した日本選手は宮平が通算これで10人目ということになります。もう最高に嬉しいです。もう1試合あります。まあ思い切ってやりたいと思います。ジャンプの最終戦はスロベニアプラニッツァのフライングヒル計185です。前の試合で初優勝を飾った宮平のこれが2回目、1回目は3位でした。最後に風を捉えて212m、 2位に入りました。総合でも5位に食い込んで急成長のシーズンを締めくくりました。さあ1回目トップの葛西、このアプローチそして踏み切りも完璧でした。向かい風が来て弾けた感じだったという葛西、日本選手の最長不倒記録214mをマークして今シーズン6勝目、日本選手のシーズン最多勝記録も塗り替えて、総合でも船木を逆転して3位に入りました。やっぱり去年の長野オリンピックの悔しさをバネにずっと頑張ってきたんで本当に満足してます。